さてと、今日はとりあえず、沼地を探索していくわけなんだけど、一つさ、気づいたことがあって、これがさ、なんかダンジョンかなんかの証になってない？これ。この不自然な穴。なんかさ、どこだったっけ？まあ、なんかちょこちょこなんかいろんなところに、そうだ、こういうやつ。こういうやつとかあるじゃん。これが多分さ、なんかその寄り道系のダンジョンなんじゃねえかなっていうのを今思ってて、ちょっとこういうところを覗いてみよっか。で、あとは、これ、あの漂着墓地ってか、後ろにあるんだけど、あそこにあったさ、あの白い霧あるじゃん。あの白い霧さ、石剣で開けられねえかな。てか、あれか、先にこっちちょっと調べちゃうか。そう、ストームビル城で、石剣使って白い霧晴らしたじゃん。で、あれと似たような霧がもうスタート地点のこの墓地にあったから、もしかしたら石剣使えたんじゃねえかなっていうのを今思ってて。ほら、やっぱり、あるじゃん。見落としてたんだ、俺。何のために贈り物で石剣を持ったんだよ。これでいけたわけか。オッケーオッケーオッケー。俺、最初からここいけたんだな。うわ、これ何があったんだろう、最初に。もしかしたらさ、結構いい武器とか棒があったんじゃないの？これは見落としてたの良くなかったな。これ、毒沼？うわ、毒沼や！よかった、最初に来なくて。え、待って、これ、ああ、よかったよかった。中継地点あるよね。待って、びっくりした。なんか、経理のチャリオット来たかと思った。ちょっと待てよ。あんなのがいるのか。これは最初に来ちゃいけなかったかもしれないな。よかったよかった。おお。そこで止まるんだな。オッケーオッケーオッケー。敵かこれ。まあ、一応。物は拾っといて、骨の毒投げや、毒投げナイフみたいな感じか。辺境の英雄墓地。これ敵ではないな。敵ではないな。普通にオブジェクトか。早くね。いや、多分どこかに、避難用のくぼみがあるはず。ほら見る、やっぱりあった。下どうなってる？高っ。結構深いんじゃねえよ。いや、待って、行ってからでしょ。行って帰ってこよう。行って帰ってくる。びっくりした。お前、縮小ローレンスじゃなくて、なんだっけ。縮小オーラントじゃなくて、縮小オニールか。オニールと一緒にいたやつじゃねえか、お前。あ、これは、そう、上に登った後に向こう側だろ。絶対。またいるんじゃねえの？ほら、やっぱり。ほら、やっぱりいた。あっぶね。なんで俺、両手持ちじゃねえんだよ。よし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 、突破した。でもさ、内刀、これだけ強化して、あれ、三撃か。結構火力あったんじゃない？待って、これ、こっち側まで来るんじゃない？やっぱりな。うわ、一撃かよ。これ最初からこっち側まで来てたっけ？あ、来てねえわ。そういうことね。そうだよね。やっぱりあそこで一回止まってるから、ルートが変わるんだ。なるほどな。ものの見事に初見殺しに引っかかってやったってわけだ。ああ、来た。巻き込まれた。791ダメージ。やっぱりさ、一撃か、こいつ。なんか、大ダメージってわけじゃなくて、一撃かもしんないな。まあ、大ダメージという可能性もあるけど、黄金の。あ、大ダメージだったわ。じゃあ、なんとか。うーわ！え？てか、あれか。え？お前、今の距離で当たんの？またあそこでルートが変わるんだ。うわ、意外とえげつないぞ、あいつ。この段階だと、どこまで行ってんだ、これで。うわ、もうここで止まってんじゃん。うわ、えげつな。じゃあもう、この段階で行かなきゃダメだ。
どうやって避けれたのこれ。でどうせまた来そうだから、早めに行こう。早めにくぼみに入っちゃおう。どっかないかくぼみ。あとあれだ、最初のエリアにしちゃきつくねえかこれ。やっべ、おい、アイテム欄が出っ放しになるのがきつすぎる。てかアイテム取っちゃいけねえのかこれ。待って、もう回復がねえぞ。ここで終わってくれ。え、うわ、終わったわ、よかった。え、でもさ、待って、マジかがり火なし、これは使えないんだな、マリカの奇跡は。マジでボス戦までかがり火なしか。じゃあ一発で行かなきゃいけないな。一発で行けそうな気がしねえ。ただれた呪霊、ただれ続けるものかよ、懐かしい。いやーちょっと体力多いな。無理じゃねえかこれ。なんかちょっと待って、なんかね、赤老感がある動きだな。いやーきついわ。ボスは弱いかと思ったが、そんなことはないのか。でもなんか頭とか弱点そうだけど、あれ使える？マリカの奇跡。あ、一応認識されてんだこれ。出血するかな。木だろ、木は出血しねえんじゃねえかな。あ、待って、え、うわ、食われてるし。ローリングガチャガチャで即復活みたいなことはないのか。いやちょっと待って、あのね、待ったこいつは多分ね、距離取って避けるタイプだろう、おそらく。ああ、なんとなく鈍色ドラゴン系だと思う。うわー、こいつ威厳というかあの迫力がさ、同じ木だった呪服の体重とはえらい違いだな。あ、出血した。なんかカラミッドの直下ブレスみたいなことしてきやがってこいつ。なんかね、見た目よりは派手、なんか見た目に比べるとだいぶ攻撃はマイルドな気がしなくもない、正直。なんか思ったよりなんか連続で攻撃してくるみたいな感じではなさそう。待って、そっか、ほら一応隙もあるしね。なんか意外とスッカスカなような気が。でもね、そう、意外とスカスカっていうことはこちらの当たり判定もスカスカな可能性があるんだよね。そして地名が取れる、地名取れないんだけど、地名が取れなかったんですけど。いやー、スタミナが、あ、直下ブレスをしてるのか何なのか分かんないけど、あ、オッケー、勝ったわ。まあ多分ドラゴンタイプだと思うけれども、湿地騎士オレグ、オレグってなんかいたよな、あれ、なんかあれ、そう、ダクソー3、いや、ダクソー3はゾリグだわ、騎士狩りゾリグだわ。なんかいたよな、そういうやつ。かつて嵐の王の総翼として知られた一方、湿地騎士となったオレグは祝福王に見出され、100の裏切り者を借り、英雄として感情を賜った。岸狩りゾリグじゃねえのこれ。でもなんかオレグって名前のやつがなんかどこかにいた気がするんだよな、なんかソウルシリーズのどっかになんかいた気がするけど忘れちゃったな。嵐の王の総翼ってこと考えるとなんとなくもう無名の王冠がちょっと出てくるけどね。で、黄金の種子が一応手に入ると。なるほどね、あいつ
黄金樹ゆかりのものだったのか。てかちょっと待って、あさ、1万いくつ入んなかった今ソウル。1万いくつ入ってたよな。こ俺さ、あの今回さちょっと俺が気がつかなかったからさ、まあいいけどさ、これ俺一応さ最初から来れたわけじゃん。あの石剣持ってたから、贈り物で石剣持ってたから、こいつにぶっ刺して最初にここ来ることできたわけじゃん。最初にここ来てたら大変なことになってたの。でもツリーガード以上の地獄が待ってたんじゃねえの。よかったここ最初来なくて。で聖杯瓶強化できるよね、2個持ってる。あ、オッケー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 。生命30を目指そう、とりあえず。とりあえず生命30を目指して、で途中でなんだっけ、あ、5000ルーン拾ってたよな。5000ルーン、あ、1600ルーンだった、ごめん間違えた。なんだっけ、追憶ゴドリックっていうか、まあ、追憶系は基本的に円卓で交換できますって言われたんで、誰かが交換してくれるっぽい。ちょっと行ってみましょうぜ。お前は相変わらず口が聞けないんだな。ああ、あ、お前さん、ああ、いたのかお前。やはり円卓に招かれたの。ちゃんと人 の目見て話してくれません。ちょっとあの人の目見て話してくれません。なんで真正面向いて話してんだよ。あれを通したらお前なんだろ、拒まないでくれよ。戦場アサギにはなりたくない。あ、あー、こんなのもらえるんだ、やった。あ、ごめん間違えた。ギフにはもうあったのか。彼は今書斎にいる。すぐそこのエンシャ殿の見張る扉だ。あ、円卓の指導者、俺もしかしてなんだけど、まだ会ってない人いる。ああ、もうあんたは行っちゃうのね。はい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 。なんかまだ会ってなさそうな人間がいるっぽいけど、装備重量の上限を上昇させる？え、無条件でつけ、え、待って、無条件でつける？でも今装備重量そんなでもないよな。あれ？ああ、お前もまたいたのか。お前も来てたのか。あ、ゴドリック倒したよ。ゴドリックを倒し大ルーンを手にされました。ストームビルドの目的が達したというわけですね。あんたも何かやったの？これは祝いの試合取っといてください。ああ、意外とこの後のフラグあったんだな。ロジエールの試合、え、プラス 8？ あ？D のシリフト。あいつは古い友です。お互いに死をさ。D のシリフト。あれ誰だっけ？でも、友とは往々にしてそういうものでしょ。まあ、そうだな。うん、高校卒業したあたりで急にいなくなるもんね、友達って。まあ、ここら辺は、まあ、いらないか。繊細な装飾の施された上質な試験。試験なんだよな。魔術師ロジエルの獲物。使いこなすには高い技量が必要だが、電気金で、それは流れるように幽霊である。装備できるぞ。多分。あ、これか。ああ。ちょっと待って。いや、さすがに。195でしょ、今、鋭利な打ち方のプラス5。鋭利な打ち方のプラス5で、195、で、183だから、まあ、一応、うん。まあ、一応、まだ打ち方の方が強いのか、鋭利打ち方のプラゴの方が。おしゃれなんだけど、ちょっと仰々しいな。プラス8の武器もらえるってやばくない？嘘でしょ？ダクス2の DLC じゃねえんだからさ。あれ？あれ、お前って、あ、赤ニートじゃん。え、赤ニート、赤を捨てたのか。赤の呪いが解けてる。朝礼のお仕事。あ、マジで。あ、よかったよかった。あ、じゃあこれでやっぱりもう奇跡を売ってくれるみたいな、そんな感じになるのか。お役に立つのなら。あ、オッケー。来たわ、よかった赤ニート、お前立ち直れたんだな。え、じゃあさ、あれ、今こそ渡してやろうぜ。あの、なんだっけ、アメじゃなくて、なんだっけ、あれ。ローデリかどうかよろしくお願いします。もう赤ニートって呼ばない方がいいかな、俺。朝礼では、ハカスズランとルーンを消費して、位牌から召喚する霊体を強化できます。名前付きの霊体強化には、霊視のハカスズランが必要だったのよ。なんかさっきスズランって手に入ってたよな、俺。あ、やっぱりそうそう、やっぱり。あ、位牌って強化できるんだ。へぇ。ああ、オレグはちょっと強いんだな、となってくると。なるほどね。なるほど、そうか、武器強化ならぬ、位牌強化なるものがあるのか。まあいいや、位牌は、まだ。大丈夫、ローデリカ。
あの子と少し話したんだ。知る限りを伝えておいた。昔世話になった人が朝礼師でな、せめてもの恩返しだ。世話になった人 にそのまま教えてもらえたのか。あんたも疑って悪かった。全然。あ、これ使えたのか。うわ、もうなんか石剣がどんどん消費されていくな。多分もうなくなってるんじゃない、石剣。え、おい待って、マジかよ。石剣ちょっと使うところ多すぎ。そんなにいっぱいあったのか。どうしよう。ここはまた後でまたすぐ来れるから、まあいっか。まだ、うわちょっとマジか。グレプスのこ鍵、こ鍵、あ、射程が長いクロスボウ。え、スナイパーワロス、スナイパーワロスかな。待って、なんか開いてんじゃん。え、ここ開いてなかったよね。うわー、めっちゃピースしてる。え、動いてね。あ、2本指だ。あ、甲骨。あー、これ甲骨としてんの。よかったね、楽しそうで。お前さん大丈夫、目ないけど。指指の縁や、あああれね、最主張縁魔ね。はいはい、大いなる意志の、ああ、ちょっと待って、見てごらん、指さが震えている。大ルーンのアイさん、あんたを改元してるのさ。なんか、ちょっとエッチな動きしないでくんない。指だけでなんかエッチな動きしないでくんないから。さあ、指様の言葉を聞くがいい。偉大なエリンリングは黄金の律、それは世界を律し、命は祝福と幸福を謳歌する。だがそれは砕かれてしまった。あら、かわいそうに。律の砕けは許されぬ大魔月、それは当然の報いをもたらし、今や世界は生命はどうしようもなく壊れている。まあ、あの棺ちょっと失敗したとこもあるからね、俺前の世界で。呪いと不幸が舞い込っているのだ。いやー、結構幸運も舞い降りましたよ、俺。可愛い子いっぱいいたし。大いなる意志は、ちょっと話長いな。ちょっと指、話が長い。指、話が長い。ちょっとさ、ババアと指の話が長いんだけど。汗人に祝福の道を出し、使命を与えたのだ。指に指図されてるの、俺。指じゃなくてメリナさんに指図されたよ、俺は。お主の持つ大ルーンはエルデンリングの大賭け。はいはいはい。1000の古城で800ソウルね。800ソウルじゃねえな。違う、なんだっけ ?1600、2400ソウルだっけ。もう一つ手に入れよ。エルデンの王となり、黄金律を修復するのだ。あ、そういうことなのね。なるほどね。俺が王様になると、なんか、世界は平和になりますよ、みたいな、そんな感じか。まあでも、要は棺みたいなもんでしょ、要するに。要するに。俺が、生贄となって、世界直せよっていう、世界救えよっていう、棺みたいなもんだろ。ああ、焼かれてしまうんだよっていう。黄金、あ、なるほどね。ここで交換してもらえたのか。もしかしてなんだけど、こいつがさっき言った岐阜操作ね。そして追憶はそのお主の力を宿している。もしなんだけど、それを手にし振ることを望むなら、指様の力を。なーに、遠慮することないんだよ。あ、いいですか。遠慮しなくていいんですか。あ、いいですか。汗人が奪うことをね、奪うっていう表現なんだ。ゴドリックの王玉、金玉型の大斧か。地に伏せよって。あ、なるほど、これで地震が起きてたわけか。最初のエルデンの王ゴッドフレイの力の象徴たる不尊であろう、我こそは黄金の君主になるぞ。金ってね、柔らかいんですよ。だから武器使うとあんまりよろしくないって言うんですよ。あ、知ってた、黄金鏡知ってた。で、紡がれた飛竜、ゴドリックが左手に連れた飛竜の首、その力の流れが具現化したもの、お前ここで武器になっちゃったんか。装備者の腕を小さな竜に返し、その拳に鋭い竜がをもたらす。両手持ちすることはできない。これなんかセスタス系ってことか。あ、拳武器だ。うわー、これはちょっと使いづらそうだな。金バサが一応使えるのか。ただ、炎か。炎属性ってソウルシリーズだったりするとあんまり強くないってイメージだけど、まあデモンズソウルだったりするとまあまあ役に立つ機会はあった気がするけど、まあそれでもファランクス戦ぐらいか。小さな竜に一時の生命を与え、それを天に引き上げることで竜の炎を前方後輩に降らせる変技。まあ要するにゴドリックが使ってたあの技大体使えますよってことか。ここの椅子意味深だな。なんか棺の王たちが戻る玉座みたいな感じに見えるけど、やがて何かしらなんかそのデミゴッド関係のなんか祖先なりなんなりの NPC だのが、もしくは首だとか魂だとかがここら辺に定着したりするのかな。じゃあとりあえず赤ニートは無事になんか自分取り戻したし、俺はなんか追憶の交換の仕方も分かったから先に進みますか。もういらねえけどな、あの追憶。
いやないな、筋力が高。そしてなんで漂着星来ちゃった俺。あ、霊薬の聖杯瓶って、あ、なるほどね。こっちの聖杯瓶ってかエスト瓶とは違うんだ。なるほど。これで要するに体力半分回復すると。で、なにこれ。見こなしのあなたへ、リエニエの地、門前前の西、バラ教会までおいでなさい。え、リーリエ。ああ。は、拍手。こんなメッセージなかったよな。あれ、ていうか、あの、ペトロスみたいなやついなくなってんじゃん。そういえば、あいつが書いたのか、これ。要するに、リエニエってあれだよね。ガンバリーリエだよね。うん。ガンバリーリエは次行くところだけど、まあまあ、まだいいや。とりあえず今日はちょっと沼地しっかりやりたいから。あのドラゴンって大丈夫挑んで。いけるかな。そういえばいるじゃん。この段階で挑んでいいドラゴンだろうか。ダクソ2の守り竜みたいなポジションだったら多分やれる。多分やれると思うが。果たしてどうか。ヒギル、アギール、あ、ボスかよ、普通に。竜は、待って、これは、あ、違うわ。待って、ミディール?ミディールみたいな感じ?じゃないな、違うな。ミディールだったら左側に走っていかなきゃいけないんだけど、多分ミディールの立ち回りは使えないよな。あ、いける、どうだ?ちょっと、あー、ちょっと振ってるかな。わー、これ飛ぶタイプか。結構竜は頭に攻撃を当てる。ダクソ、あれダクソっていうか、まあ、ソウルシリーズの鉄則。ただしダクソ2のイニシエの飛竜は後ろ足に攻撃を当てる。っていうか後ろ足じゃないと安全地帯がないんです。とりあえず俺ダクソ3のミディール、もしくはあの嵐の飛竜と同じ立ち回りをするけど、いけるこれ。あ、出血した。あ、待って、これ尻尾切れない、尻尾切れない。これ多分今あれか、致命取れたと思うんだけど、致命取れたと思うけど尻尾切れない今ので。ダメかな、違うな。なんだ、普通に噛みついてくるのかと思ったけど、頭スカスカ。これさ、ダクソ2のイニシエの飛竜ポジションでいけんじゃねえ実は。さあどうだ、どういうポジションだ。ああ、そうじゃない、クソ。あー、やべえ、聖杯飲んじゃった。あー、まあいいや、回復薬の代わりになってからいいや今。さあどうだ、このブレスは投げ払ってるのか、それとも当たり判定が思ったより広いだけか。普通に勝ったなんだ、普通に勝った。竜の心臓、あ、竜盤三回に新しい竜の力が追加されました。へえ、今回古竜製薬こんな感じで、あれ進化していくんだ。楽勝だったな、意外と火力もなかったし。まあおそらくもうちょっと早い段階で挑むことを想定されてたとは思うけれども。洞窟行きましょうか。行動っすか。ちょっと待って、祝福ないの、祝福。いや、さすがにあるでしょ。一回ちょっとレベル上げしたいんだけど。ああ、よかった、あったあった。よっしゃ、来た。生命30、もうダクソ3クリアしていい。もうダクソ3クリアしていい。なんだったらもうダクソ3がぬるくなるレベルの、生命力。石のピッケルだとちょっときついぜ、あんた。何?嘘だろ。一撃じゃねえのかよ。いいね。袋持ちじゃないですか。硬くね?斬撃耐性があるタイプか、こいつら。あー、残ってるね。何してんの?ここで期待値1が稼げたのか。要するに。なるほどね。
あ、お前一応バクスタ取れるんだ。袋が邪魔して取れねえと思ったもん。よいしょ。ここで早い段階、これに早い段階で気づければ武器めっちゃ強化できたんじゃねえかな。いやーちょっと失敗したな。まあいいや、どうせどの道内刀は強化してあったからね。これは下に行くのか。多分どん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 下下っていくタイプか。じゃあ行き止まりをどんどん潰していく作戦でいこう。いいね、こういうさ行動探索、オープンワールドゲームって感じがするよやっぱり。でもスカイリムでこういう行動探索しまくってるから、ね、なんかいるな、なんかいるな、なんかいるな。ネズミか。大丈夫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 。あの期待し1ね、ここでも1期待しか。なんか硬てえなやっぱり。あ、待った、これちょっとさごめん、一つ思うことがある。あのこれ一つじゃないっすか、ひょっとしてなんだけど、あのデモンズソウルのストーンファング行動をちょっと思い出してみると、一つなんすよ、一つと魔法なんですよ。さっきもらったこれ効くんじゃねえんすか、ロジエルの試験。しかもプラス8だから、まあ一応やれるでしょ。やれないことはないでしょ、やってやんねえことはねえだろ。全くこの格好に似合ってないけどね。それこそ着替えるか、やっぱり。なんか、なんか、カラフルになったな。カラフルになった。ゲーミング化したわ。わかんない。こいつは、大きなクズ奇跡。はいはいはい。これはまあいいとして。はい。はい。さあ、効くかい？全然効かねえじゃん。変わんねえ変わんねえ。別に試験が効くとか、一つが効くとかそういうわけではないのか。なんだ、変わんねえのかよ。いや今こそこの出番かなとか思ったのに。でちょっと待って、これで終わり？ええボスとかいるよな、あれ。待った、そういうことか。ここだろ。なるほどね、途中で降りる場所があったのか、そういうことか。にしてはさ、思ったんだけどさ、結構雑魚敵が硬いからさ、これボスまあまあ強いかとかあるか。いやなんだろうな、これさ、ちょっと待って、このさっきからキッチンに入ってるクズ奇跡、これ FP を消費して魔力の弾を生じる、なんだろうなこれ。ここの弱点魔法系かな。ストーンファング行動はね、確かにね、あの一つプラス魔法が弱点だったんだよ。火炎放射器持ってやがる。だからストーンファング行動なんかオマージュってこと考えると、ワンチャン魔法が弱点っていう可能性あるんだよな。魔力が白ベタを最悪使うか。ボスがどんな破壊力を秘めてるか分かんないから、なるたけ、えなんだ、爆発石いらねえ、怖いわそんなもん。これでこっち側に下下っていくわけだな。結構長いのかなこの洞窟。あ待って、またなんかあった、あまたなんかあった、またなんかあったぞ。さすがに、まあ、やっぱダメか。え、あ2階からやらせてくれんの。あ優しい。こういうことか、こういうことか、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。そして1って、お前さ、命を賭して手に入れたものがこれかよ。あ開くんだ。絶対ボスだよねやっぱりね。変なことだろと思ったよ。穴掘りトロル、あれお前巨人じゃんだよね。そうだよ、そうだよね、お前巨人じゃん。ええちょっと待って、ちょっと待って、ああでも、ああと、ああはい、ああさよなら。
あ、さよなら。方向のメダリオン、あれ上にいた巨人トロルだったんだ。本当だもん、トロルはいるもん。行動だから多分何かしらの鉱石だと思うけど、これ全部期待値だったりするのかな。全部くれよ。てかまあクズ、あれか、もうクズ鉄になってんのかこれは。方向のメダリオン、方向とブレスを強化する、は、どういうこと。方向とブレスを強化する。古い時代巨人は黄金時の宿敵であった。あ、そうなんだ。巨人ってここでもなんかあのちょっと人類の敵みたいになってる。タリスマン以外にも一応装備するっていう概念があるのか。方向とブレスか。流星薬かなんかを結んでてやっと使えるみたいな感じか、方向っていうと。あとウォークライトが強化されるのかな。あれも一応なんか方向だったような気がするけど、これで攻略でいいのかな。沼地まだありそうだけどね。もうちょっといろいろと、もうちょい見てみよう。もうドラゴンもいねえし。